コーヒーメーカーをインターネットに接続、飲料メーカーが打ち出す新戦略とは。食品飲料メーカーのネスレ日本は7日新たな事業戦略を発表しました。ネスレは家庭向けのコーヒーマシンを来年の後半にもインターネットとつなげ、需要の動向を把握して生産量を調節するといいます。またコーヒーが切れそうになった段階で消費者に注文を促す仕組みを作ります。マシンの利用状況から高齢者の見守りもするなど、サービス分野に事業を広げる計画です。食品の品質だけを良くしていくということだけではなくて、その周りの危機から生じてくるようなサービス、そういったものの付加価値もこれから提供していかなきゃならないんじゃないかと。高齢化社会におけるお客、そういう消費者の方の問題点を我々のようなコーヒーメーカーでも実は解決することができる。